み先生です。さあ今日はですね、ちょっとね場所が変わりましてめちゃめちゃいい感じだと思いません？今日は岸和田教室の方にお邪魔させていただいておりますって言っても私もレッスンしてるんですけどね。じゃあ前回ね、上田教室では東原先生をね、ご紹介しましたが、今日もしっかりと岸和田教室の先生ご紹介したいと思います。それでは岸和田教室の先生いらっしゃいませ。はい、ということで今回は申し訳ございません、東原先生でございます。また来ちゃった、ね、欲しがるんですよ。はい、ね、あの東原先生岸和田教室で稼働してもらっておりますので、はい、まあ、今回ね、前回の YouTube が、こう漫談ですかみたいな音楽漫談ですかみたいな感じで言われておりますので、ました、ね、私たちにとって本当にあのお褒めの言葉いただきました。ありがとうございます。ということで今日もですね、はい、東原先生にちょっとプチレッスンをしていただきたいなと思っておりますが、はい、今日はどういったレッスンを？今日はですね、鼻腔共鳴についてレッスンをしたいと思っております。はい、鼻腔共鳴ってね、まあ、トミー先生の、まあ、ボイトレ動画でも出てきてたと思うんですけども、まあ、共鳴っていうのが、まあ、声が響くというところでめちゃめちゃ大事になってくるので、そうございます。そうで、一番まあね、やりやすいというか、感じやすい、まあ、登竜門と言えるような鼻腔共鳴について入っていこうかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、鼻腔共鳴って、うん、まあ、こう鼻にね響くと言いますが、うん、そういうことをこう考えながらこう歌を歌ってるか、どうやろうな。いや、そのあのなんかセリフみたいな口調そんなの全然いらないんですけど、まあ多分ね、今東原先生どう返していいんやろうっていうので頭がいっぱいになった感じが今のセリフ口調やったんですよね。はい、そうです。はい、ではその鼻腔共鳴、これお歌を歌うことに関してはすごく重要なこととなっております。はい、では東原先生、はい、やっていきます。はい、まずですね、鼻腔共鳴を感じるにはハミングから入っていきたいと思います。で、トミー先生の動画で2種類のハミングってあったと思うんですけど、はい、まあ、口を閉じたハミングと口を開けたハミングがありますよっていうことを、まあ、以前ね動画でご説明されていました。はい、今日は使うのは口を閉じた方の、ハミングから入っていって鼻腔共鳴を感じていこうと思います。はい、でまず口の閉じ方としてね、あの、うんって閉じないでください。うん、もう 上唇と下唇が軽くそっと触れ合って、なんかキッスするときみたいな。キッスするときそのパクパクします？そういうキッスあるんですか？普段パクパク中？うん、あれじゃなくてこうっていうときの。だってさ、大好きな人とチューするときに、うんってします？それもブワーやるかもしれない。ああ、そっち系ね。今日はあのフレンチの方で行きたいんで、爽やかに、まだお昼やから、はい、まあ、軽く上唇と下唇がこうそっと触れ合うぐらいの力でしか締めないでください。はい、でその2つ目は、トミー先生がいつも言ってる原骨が口に入るぐらいとか、生卵を口に入れましょうっていうイメージをお伝えされてると思うんですけども、それです。で、まあ、もしかしてもなんかあんまりイメージわかへん人がおったらあかんなと思って考えてきたんですけど、まみむめものっていう瞬間、もっていう瞬間って結構口の中開くと思うので、口を閉じた後にその口の中の空間をもの状態にしてください。でポイント3つ目になるんですけども、これは鼻から息が流れてると思って声を出していただきたいです。ちょっとやってみます。はい、口閉じてもーってやって、鼻から息、こんな感じ。うん、でこの時にですね、鼻のここの骨に手を当ててみていただきたいです。はい、片手でも両手でもいいので当ててもらって今と同じ出し方をします。ってやると、ここの鼻の骨がビリビリする感じが手に伝わってくると思うんです。ビリビリじわじわみたいな。でこの響き、このビリビリじわじわが感じれたら、次はハミングの途中に口を開けます。あ、そうです。ただ口をパーンと開けるだけで OK です。で口を開けた時にこの鼻のビリビリがどうなったかっていうのを皆さんに感じていただきたいんですね。はい、で全くなくなるよっていう人もいると思うんですよ。あれどこ行った、ビリビリみたいな感じの人もいると思うんですけど、そう、
B ミニがなくなるってことは口を開けた瞬間にもう口 100% 口から息が出てるってことになっちゃうんですよね、うん、ってなると結構下顎とかに力がかかっちゃうのでビリビリを半分ぐらい残すようにちょっと研究してみてほしいんです、うん、皆さんにはこうかなあかなとか言いながら、うんうんうん、ふんがふんがふんが言ってほしいんですけど、うん、でこの時にねがの時にあーみたいなもう完全に鼻声みたいなのは NG なので気をつけてください、はい、鼻はしっかり通してほしいです、うん、鼻からも口からも息が出るっていうのがポイントなので決してうーんってこもった声にならずにここのビリビリを残す感覚を掴んでみてください、はい、これが鼻腔共鳴の入り口で、うん、はい先生さっき、はい、トーバル先生のお話を聞いてる時に私、はい、うんうんうんって言ってたんですよ、はい、その時こう鼻にね手を当てたうんうんうんってビリビリマシンが来るんですよ素晴らしいですねこれは鼻腔共鳴ですかそうですだそうですそう普段ねうんうんとかうんうんって言ってると思うんですけど、うん、この時もしっかりハミングっていう状態になってますのでなるほどまあ、ハミングだけではね、まあ、お歌は歌えませんので、うん、そこからそのビリビリを残した形で歌に変えていかないといけないんですけどもこのうんうんうんっていうのはめっちゃいいと思います、うんうんうん、よかったです素晴らしいさすがありがとうございますありがとうございますはいボイストレーナーやっております知ってますねハミングから、うん、あハミングをやっていく鼻腔共鳴とハミングでは実践としてしていただければわかりましたではこのあたりからいきましょうじゃあでゆっくりやっていきましょうかねじゃあ手を当てて鼻の骨に手を当てたままやりますワン、ツー、スリー、フォー上げていきますそうです慣れてきたら手を外してもらってもいいですそうですか難しいですよ ね, ねでもなんかこう、うん、ねちょっと気にしてやってみるそうですね、うん、なので日常生活の中もさっきこううんうんうんとか、うんうんうん、あーとかっていう時ってそのハミングだったり鼻腔共鳴ってやってるんですよね、はい、まあ音にこう合わせていくとちょっと難しくなったりね、うん、音程を感じると難しいかなと思う時はあるとは思うんですけれども、うん、とても私は分かりやすかったと思います嬉しいありがとうございますはいいただきました分かりやすいいただきましたはい、ということでですね、今日はトーバル先生にね、プチレッスンしていただきました。はい、ちょっとね、うん、トーバル先生使えそうなので、使えそうですか？ここもちょっとね、やったまだこう言ってもまた緊張はしてるので、ちょっとね、何週かはトーバル先生のレッスンをしていただいて、うん、またトーバル先生の生徒さんもね、うん、わ、先生が出てる、嬉しいわ、ね、登録しようポチってなるかもしれないのでい、まあ、登録者数がねこう上がらなかった場合は先生が変わるということでね試させていただきたいなとです、ね、思います、はい、さあ今日はですね岸和田教室からお届けいたしましたさあ来週も岸和田教室ね、はいお届けいたしますのでまたぜひご覧ください、はい、それでは私トミー先生とトーバル先生でしたバイ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 